はい、どうも、モソレ TV のワンディニです。皆さん今日元気ですか？今日はですね、実は私たちが住んでいる山形県酒田市の酒田祭りです。酒田祭りには本当に屋台とかもたくさんあって、露店が300以上あるらしいので、めちゃめちゃ楽しみにしております。で、実はですね、個人的に祭りは花火大会以外こういう祭り行ったことないので、今日めっちゃ楽しみにしております。なんかやりたいこととか？私は金魚すくいと射的とか、そういう祭りらしいゲームをちょっとやりたいなと思ってます。あとはもちろんいろいろ食べてみたいんだけど、日本のお祭りの食べ物が焼きそば以外ちょっと想像できないので、本当に何を売っているのかを見ながら買おうかなと思っております。では皆さんと一緒に今日祭りの一日過ごしましょう。一緒に行っていきましょう。すごい、本当の馬がいる。なんかその音がすごいジンジャーの雰囲気が出て、すごく落ち着くの。なんかいつもここに住んでいるんだけど、本当に住みやすいところなんですけど、この祭りの場合ってこんなに人がいるなんて思わなかった。今日は初めて日本の祭りを見たんですけど、すごくフランスの違いとして感じるのはね、フランスの祭りってこういうみんなでやる祭りはあんまりないんですよ。例えば私の町はワイン祭りというものがあって、すごく世界中で有名な祭りなんですけど、やっぱりみんなで踊ったりとか、みんなで舞台に乗ったりとかはじゃなくて、一人一人のワインを作る人が自分のお店の露店を作って、そこで販売する感じなんで、本当にみんなでみんなのためにやるイベントとか、みんなで練習して頑張ってみんなにお喜ばせようということはあまりないんだよね、フランスは。こういう日本のお祭りがみんなの絆を感じるのもすごく感動します。とてもいいです。の見たことないの、こういうの。つけたことないし。え、どっちがいい？私に。白で。じゃあ、白にする。かわいい。え、パリに作られてんの、これ。美味しそう。ゲータンのフランクもらいました。これ、そもそも存在してるさえ知らなかった。こんな長さです。めっちゃ美味しそうじゃないですか。うん、酢がない。しかも本当に牛タンの味するよ。上にさ、塩コショウかけてるからめっちゃ美味しい。旨味抜群。すいません、ドレーモノカステラください。すごい匂いする、マスクしてもね。今ドラえもんのカステラを食べようと思っております。はい、ドラえもんのカステラって見たことないし、カステラさえ知らないんだよ、私は。え、そうなの？フランスにありそうな気がする。なんか聞いたことないカステラ、でも日本でめっちゃ有名って知ってるから、本当に今日食べたいなと思ってます。いっぱい入ってるよ。皆さんと一緒に食べましょう。かわいい。食べてみよう。すごい匂いする。フランスにありそうでなさそうな、食べたことがありそうな味。あったかくて中がふわふわしてて、なんかパンケーキを食べてる感じがする。なんかさっきからカステラと唐揚げ食べてるんだけど、毎回もっと美味しそうなお店があって、もっと食べたい。今日活気あるね。ね、最初はね、なんか酒田祭りやるよって原宿から聞いたとき、どういう祭りなのかな、なんか5個ぐらいしか並んでないのかなと思ったら300個って露店、すごいな。ここさ、日和山公園にいつも散歩しに行くんだけど、初めてこんなに人見た。ね、もう逆にみんながどこから来たのか気になるんだよね。実際みんな酒田に住んでいるのか、ちょっと周りの町からもう来てるのかよく分かんなくて。でも今日は祭りだからアマンディーヌがすごい目立つね。アマンディーヌとかめっちゃ綺麗にいっぱい行ってたよ。そう、なんか多分日本語わかんないだろうなと思って、中学生2人がなんかめちゃくちゃ私らキラキラキラ見てみてみてって、多分ここの距離だったんだよ。耳のすぐそこ。行列以上でしょ、普通に。これ東京のさ、原宿通り以上でしょ。すいません、じゃあ顔なし1つください。この色見たことないんだよね、チョコバナナ。すごい。確かに顔なしってバナナに合うんだよね。ずっとなんかドラマとか出てくるじゃん、祭りの
チョコバナナ食べたことなくて、どういう味するか超気になるんだけど、可愛くない？初めてキャラの形のバナナ見たんだよね。じゃあいただきます。顔から食べようかな。うん、うん、チョコってクリームだと思ったら口にパリパリするじゃん。本当の顔なしになりました。これってねぷた祭りのイメージをあるんだけど、他の祭りにもこういうものあるの、びっくりしたの。こういうのかわいくない？今気づいたんだけど、人が描いたものでしょ。かわいい、こっち好き。こっちめっちゃかわいいじゃん、ハートもついててなんか笑顔してる雰囲気ね。ずっともずっとこれ、そう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 、あはよ、これめっちゃうまそうな唐揚げ見つけましたんで買おうと思ってます。めっちゃ美味しそうだな、ここ。ありがとうございます。うん、めっちゃ色分かる。400円でもちろんでしょ。どこまで前に行けばいいですか？いや、どこまででもいいですか？こういうのある？可愛いからおまけする。ありがとう。これまっすぐ行けないの、やばいね。あ、続くよ。じゃあ本当に下手ですよね、これで。下手だね。こうすれば行けるかもね。嘘でしょ。下手だね。うわぁ、自信がなくなっちゃった。隣ですごく下手だったから。ここですよね。ここ広いからもしかしてっていう。おぉ、あ、なんかこれなんだ、なんか全部当たるんだけど何も入らないっていう。おぉすごい。一個だけね。一個だけ。最後も入れないと。あ、これは下手だったわ。さっきから負けだらけよ。ああ。何これ、さっきのボール下手だったから絶対これが。ボールもやってたんだ。もう全部ダメでした。お、ロゴー、やばくない？これうまいかも。私うちの場無理かもしれない。やばくない？私これはすごい、すごいじゃん。下手から上手に言いました。向こうで練習して俺のことで本番だ。アマネイさん、何当たったんですか？何当たったんでしょう。こういう屋台という自分でやるのはフランスでなかなかなくて盛り上がるんだよね。見るのめっちゃ苦手だから。これ日本式のお化け屋敷はやばいな。これ後ろからやめて。おー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 、待って、ここ、めっちゃ綺麗じゃない？ここ見て、ババすごい綺麗でしょ。皆さん、楽しさ伝わりますか？何年ぶりお祭りに行ったことがないんですか？ちなみに今日は結構ね、視聴者さんに会ったから嬉しい。皆さんありがとうございます。この動画見てあれば。挨拶ありがとうございました。金魚すくいお探し。これ気になる？何入ってんの？なんか。なんか一番びっくりしてるのはね、その日本の祭りってケバブが売っているのは知らなかった。なんで本当にケバブが販売してることだけですごくびっくりしてる。なんか逆にフランスの祭りでなんか日本の寿司を売ってる同じ感覚で、すごく面白い。ダーツめっちゃもう天才じゃない私って思ってるんだよね。ダーツの部活に入った方が良かったかも私、中学校と高校の時。もしかして私アーケリーに上手いかもしれない。弓道とかね、今度やってみよう。待って、みんな可愛すぎて、みんな可愛すぎる。あ、違う違う、なんか見るときにすごい癒されるんだけど。逃げてる。あ、ありがとう。はい、ありがとうね。おお、ジース一匹。しかも記録だよこれ本当に。お、今日僕の私テンション上がってる。お、あ、待ってました、その言葉。
すけな、思ってね。残念、山田さん。これがいつもの結果。返しますね。はいはい、ありがとう。じゃあ、バイバイ。遊んでありがとう。優しいね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとう。どうだった金魚すくい。2匹取れたの。めっちゃ感動した。今は隣の居酒屋で、ちょっとパパと一緒にいっぱい飲んで帰ろうと思ってます。めっちゃ感動した金魚すくい。すごくピョンって一瞬で1個取れたから、めっちゃ感動した。本当に感覚的に可愛いと思った、ね、フランスにはこういう遊びはあるんだ。金魚すくいない。今夜キューブ、ね、しかもコロナ明けでみんな楽しく今祭り楽しんでおりますよね。結構気づいたのはやっぱりコロナで食べ歩きじゃなくて持ち帰りしてた人も結構いたね。あ、そうだね。これ本物のハイボールだ。結構ウイスキーの味強い。ありがとうございます。このお店の名前って何ですか。北前船。北前違う。ドーミー、かわいいね、ドーミーって。めっちゃ可愛くない。なんかすごい可愛いですね。サインとかあるよ。本当だ、サインとかあるんだ。いや、野球好きですか。ですよね。楽天。すごい。これ超好き。待って、何これ。めっちゃ嬉しいんだけど、当たってすごくストレス解消になると思う。外れだったけど嬉しい。逆に当たりよりこっちの方が楽しいんだ。あ、美味しい。ハイボール以外飲めない。私美味しい。うん、パパはフランスのいいところをやっと分かりましたね。豊か。祭りの後普通にチーズ焼きと蜂蜜を食べるのも面白いね。おいしい。うん、おいしい。ハーブが効く。最高だよ、ね、しかもね、ちょっとね、今寒くなってきてるから、あったかいチーズ食べたらすごいね。違ったな。ね、よかったな、パパ。何が楽しかったの。金魚すくい。金魚すくいめっちゃ感動した。もう本当にね、金魚すくいフランスになくてさ、2匹取れたのはすごい感動した。よかったもんね。でもやっぱり家にさ、その水槽持ってないから、今日はちょっと心が痛くて返しました。